さんある紫外線は非常に厳しい戦いです。解放は我々には経験がある、成功できると思います。弾痕が拠点とするモスクの奪還作戦についてお伝えしておりますが、3件まで出演された佐藤さん、一番強く感じたことは何でしょうか。そうですね、入撃戦が、それなりに中心があるんですけれども、敵というのは100メーター、200メーターの範囲に少なくて、制圧している部分もあるし、グレーゾーンもあるんですけども、で彼らがどこからこう入ってくるのか、我々が塞がれて止めさせられるかもしれない。そうなったら脱出するときに相互戦に合うはず。佐藤さんご自身も頭気をつけろって、ヘルメットどうしようかなんですか。ヘルメットをかぶってると、つまりは敵にこう目標になるので、ね、だとしたらプレスとかいうジャンパーやシールを貼るべきかなと思うんです。だから僕たちはフラットジャケットというかアーマージャケットしてますけど、私はそこにプレスというのがかからないです。それはもし捕まった場合とか、で向こうから狙われた場合にプレス使いたら、それは当然僕たちターゲットで狙われないように誘拐されたりとか、それもいいですよ。子供たちの笑顔に救われましたけどね。子供たちっていうのは、例えばイラク軍の制圧してくるわけで、はい、それはもう完全にこう喜ぶんですけれども、IS が来た時も同じようなことをやるわけです。バットリクシル、取り替える、取り替える、アンデイ工事で取り替える、バットリフォームを迎える、メールを見積もる。90歳ぐらいまで、そう、最終的に90歳です。
Thank you.